首位打者争いはどのあたりでしょう。首位打者ね、まあやっぱまあ吉田柳田っていうのは絡んでくるでしょうけど、僕は個人的に、中村晃、今まだヒット1本も出てないですよ。もう彼はもう職人肌で、やっぱもうホークスにはもういなくてはいけない存在で、でもこの1、2年いろいろこう苦労しながら、まあずっとその前までは3年連続ぐらい3割打ちながら、やっぱこう数年とこう苦労しててっていうところもありますし、はい、今年3年ぶりの開幕スタメンに選ばれて、まだ3連、その開幕3連戦でヒットも出てないんですよ。僕はなんかそういうストーリーがまたいいなと思って、打つ能力が長けてる選手なんで、そろそろこの首位打者っていうところも、彼は出塁率ってとか、もう高い選手なんで、そこ分かってるんですけど、その打つっていうことのタイトルを取ってほしいなっていう風なのはもう個人的に思ってます。彼の場合はもう本当にどの打順にも適してくれてるんで、もう1番も打ちますし、2番も打ちますし、それこそ3番もありますし、4番はないけど5番もある、6番もあるっていう、その周りの選手の状況次第で最後に当て込める選手なんですよ。だそこが彼のまあそういうこう率を残すとか、そういうとこが邪魔してる部分は多分あると思うんですね。やっぱそこに適してしまうんで、彼はやっぱ状況、試合の状況とか流れをすごく読んで、そのカウントの作り方とか、打っていい場面、どういう方向に打つのがいいのか、どういう凡打の方がいいのか、ヒットを打つならどういうヒットの方がいいのかで、いろんなことを多分考えられる選手なんで、逆にやっぱどっかの打順でもう絶対バチッとこう、まあ、5番なら5番、6番なら6番っていうのをずっと1年間やったら、僕全然タイトル取れるなって思ってる。だからいろんなとこをこうできるがあまり、やっぱこう器用貧乏になってしまってるっていう感じが、まあここの1、2年って2割7分8分前後ぐらいなんで、彼の能力からするとやっぱちょっと低いなって思いますね。中村晃選手ってどんな性格の選手なんですか？いや、まあ、変わらないです。まあ、プライベートでも、すごく物静か、物静かっていうか、そんなにこう口数の多い、選手じゃないんですけど、ただ、うちに秘めてるものはめちゃくちゃ熱いのを持ってます。僕は一緒に自主トレ、アリゾナでやったことあるんですけど、やっぱ、まあ、国語さんたちと一緒にやって、まあ、これ言ったら多分本人は言われたくないと思うんですけど、僕の中でもう、アキラっていう人間をこう、勘違いしてたって思うような出来事があって、やっぱその環境的にやっぱすごい環境でやるわけじゃないですか。やっぱ久保さんが整えてくれてる、海外でやるのに料理人の人が来てくれたりとか、やっぱその栄養管理とかっていうところも含めて、トレーニング施設、いろいろホテルとか、そういうのはもう全部久保さんが全部やってくれてる。やっぱそれにやっぱもう自分がもうあまりにもいい環境にでやらせてもらってるっていうことを、やっぱもう感情が溢れすぎて、やっぱもう泣き出してしまうとか、本当にもう僕らには理解はできなかったんで、どうしたって思ったんですけど、やっぱもうありがたすぎると、この環境が、自分では。いや、本当もうこんな環境でやらせても、もうそれまだ20歳ぐらいの時ですよ、アキラが。もうこの環境で野球をやらせてもらってるっていうことがもう嬉しすぎます。っていうので、もうやっぱ自分の感情が抑えられへんぐらい、やっぱりね、その繊細なんですよ。ちゃんとこう感じれるって。表には、こう表現はするのはこう苦手な選手ですけど、うちに持ってるものってすごいこう感情的なものを持ってるんですよ。だからそれぐらいやっぱこう熱いもの持ってるやつやっても知ってるんで、だよりやっぱそういう、まあ、しんどい時もそうですけど、だから何かこう もっと報われてほしいなって思ってしまう選手ですね。